はい、えー、こんにちは。石川です。えっ、ー、と、それではですね、えー、今日は前回に引き続いて設ベクトルの話をしていきたいと思います。はい、えーと前回の節ベクトルとか節ベクトル空間って何かと話をしまして、えー、まあ、宇宙人のあの外在的な視点の話から、えー、座標系に依存した内在的な視点で、それから座標系によらない方向微分の概念というのを導入してきました。 最後の方で多様体のこの各点における方向微分の集合っていうのは全部集めてくるとベクトル空間の構造を持ってるということを示したわけですね。で今日はまずこのベクトル空間になるというんだったらその具体的な内部構造は何かってことを見るところから始めたいと思います。まあベクトル空間ですから、えーとまあ、我々ですね、えー、となんか矢印の集合みたいな概念を持ってるわけですね。でそこに、 えと規定というのが必ずあってベクトル空間の原点は全てその規定で貼、えー、られるということを知ってるわけですけどもそれにあたる構造っていうのがこの方向微分の集合の中にどう入るのかっていうところを見ていきたいと思います。はいえー、と方向微分自体は座標形によらないってことをまず言いはしたんですけれどもでもやっぱりあえてですねまた局所座標を1つ選んだ時にはその方向微分全体を がなすベクトル空間の構造の規定というのはこんな記号で書けるよというのがえと最初のこの定義8.2とえ命題8.2のところのお話です。でえこれ見てわかる通りですねなんか変微分の記号をしてるんですよね。えっと選んだ座標 x1 から xm に関する変微分の形をしていてまああの点 p であるということを明示するために右下に p というのをえ必ずつけるようにしてますけれどもえこれが規定なんだと。 で規定なんだから、えー、これが春ベクトル空間というのを、えー、考えることができてそれを節ベクトル空間 TP∪M というふうに言いましょうとそれからこの TP∪M の,の各弦のことを点 P における、えー、対応タイプの節ベクトルだと言いましょうということなんですね。で、えー、ともう節ベクトル空間であることを分かってるのになんでこういう言い方してるかっていいますとあの本の方では非常に厳密に議論をしてまして。 えー、方向微分すすべての集合がなすベクトル空間これを DPRM というふうに言ってますけれどもそれとですねこの規定が張る、えー、ベクトル空間っていうものを一旦区別してるんですねこれを TPM として一旦区別してこの2つの違いというのをあのかなり詳細に論じています。でただこれですねあの R が無限大すなわち、えー、と出てくる登場人物がすべて無限回連続微分可能なものに限っていればこの2つ一致するんですね。 であの本講義ではちょっとそこの細かい区別にあまり入り込みたくないので最初から無限回連続微分可能と r= 無限大に限定して話をしますのでもう最初からこの区別の話はしないで TPM で統一していっていきます。あの一般にはこの間にちょっとギャップがあるんですけどもそこは同じという前提でお話をしていきます。 なので本を読むときにですね、説ベクトルという言葉と方向微分という言葉をあのテキストではすごく慎重に呼び分けてますので、そこはちょっと読むときに気をつけられるといいかなと思います。で、この変微分みたいな記号のこ,こいつですね、えー、っと、ラウンドラウンド X、ちょっと私の読み方あまりスタンダードウじゃないかもしれません、あの、えー、っと、ラウンドラウンド X1 という私いつも言いますけども、えー出る、出ると読む人もいますね。えー、っとあの この XIP っていうのはこれ一体何者のなのかということなんですけれども、えー、とこれはですねも、えー、ともとこれが方向微分の世界の規定なんですから当然これも何かの方向微分でなければいけないわけですよねで実際それは何かと言いますと方向微分って何か関数が与えられたらそれに対して、えー、何か一つの変化量、えー、と方向微分値を返すものなわけなんですけれどもラウンドラウンド x i p というのは この局所座標表示を x1 から xm を使って書いたときにその xi 軸方向への微分値を返すものということです。局所座標を一つ選んだときの方向微分値ということですね。当然これは同じものを選んでないと違う局所座標表示を持ってきたら全く意味をなしませんけれどもこの x1 から xm の局所座標表示をしていたきにこの xi 軸方向への微分値を返すものということですね。ですからこれも方向微分であって ええと、対応テイム上のスカラー値関数に対して何か一つ実数値を返すものですよ。ということです。で、しかして、その実態は何のことはない。この関数 f を xi 方向に偏微分したものの点、p における値だということなんですね。はい。 でえー、とこれが方向微分であることを示すためには、えー、とまあ講義ではもう細かくここでは言いませんけれども、えー、前回やった方向微分の定義ですね方向微分が満たすべき行理 D0 と D1 と D2 局所的な性質だけで決まる,という決まるよという D0 とそれから微分一般が満たすべき D1D2 という線形性とライプニッツルールの定義がありますけれどもこれをちゃんと満たしているってことを示す必要があります。 それから、えー、と明大発展2の証明の方ではですねこれ規定だと言ってるんですから規定っていうのはこれ全部で M 個ありますけどこれらは互いに線形独立でないといけないんですよね。で線形独立であるということは、えー、何かの方向微分をこの規定の線形結合で書くときにそれが1位だということです。はい、これはまあちょっとあの簡単なのでちらっと見ておきたいと思います。これはの線形代数なんかでやる規定の独立性の証明でよくやるおさ法通りですけれども。 えーとですね、例えば、えー、ともしですね、えー、x1 から xm までのこの規定ベクトルっていうのが線形結合して0になるような係数があったとしましょうとするとどうなるかってことを見ていくわけです。でこの方向微分というのは、えー、とあらゆる関数に対して微分値を返さなきゃいけないですよね。で、えー、と何かの係数で線形結合をして結果のあるこの方向微分っていうのが 0方向微分だったとするとどんな関数が来ても0しか返さないという、まあ、つまらないやつになっちゃうわけですよね。じゃあそうなってたらどうなるかと言いますとあらゆる関数に対して成り立ってなきゃいけないんだから例えばその関数の例として x1 っていう関数を持ってきたとしましょう1変数関数 x1 を持ってきたとしましょう。でそうするとこれここに入れて変微分すると,、えー、と x1 で変微分した時だけ係数 a1、AH、が出てきてそれ以外だと変数ずれてるから変微分が全部0ですよね。 だから答えは A1 になります。でそれが0になるわけですから A=0 1イコール0というのが成り立ってないといけないことになります。で同じくこの fx として x1 から xm までっていうこういう特別な関数を例で持ってくるとそれぞれについて a=0 2イコール0という答えが出てくるし最後 am=0 という答えが出てくるということで全部が0になってなきゃいけないことになりますよね。 だから線形結合を取った結果が0になるんだったら係数は全部0でなきゃいけないということが言えたのでこれはこの、えー、と規定がですね全部互いに線形独立になっているということが示せたことになります。はい。でですねえー、と このあたりで今まで出てきたいろんな類似概念をまとめる話になってましてちょっとこのあたり、えー、と本を読んでいてなかなかフォローしにくいところかなと思うんですけれども命題、えー、の8.5と定義の8.3のところですでしょうか最初我々外在的視点から入ってそれからその、えー、と曲線上こう動く点のイメージから内在的な視点を持ってきて、えー、それとそれに局所座標に依存しないような方向微分の概念を持ってきて で方向微分っていうのがベクトル空間をなすからってことでその規定から作った節ベクトル空間を、えー、構成したということでだいぶこういろいろ行ったり来たりしてたんですけども先に結論を言っていくと全部概念としては一緒ですよってことを言おうとしてるんですね。はい、でちょっと一旦この、えー、と内在的視点のですね曲線の話を思い出してみましょう曲線の速度ベクトルっていうのをつな、えー、げるところを考えてみましょう。 はいえっと、曲線っていいますのは、まあ、何か実数の一つのパラメーターから多様体上への写像ですよね。こっちの,あの例えば C という名前の曲線は何か実数パラメータ空間上パラメータを表す実数軸上から M への写像で、えー、例えば t=0 で点 P を通るようなものというのを考えたとします。でそうするとですねこの曲線から、えー、っと方向微分を一つ考えることができます。 ここのの曲線に沿っった微分っていうのを考えるるとができるんできんすね何か例えば関数 F が与えられたとしましょうそうするとこの曲線に沿って関数値って変わるわけですよねそうするとえっ、ー、と t=0 このパラメータ空間の t=0 でこの曲線に沿った F の方向微分値っていうのを考えるとですねまあこれは何のことはないえっ、ー、と まあ、C と F を合成関数として考え合成写像として考えると、えー、パラメータの実数から F の値である実数への1、えー、変数実数値の関数になるわけですよねでそれをパラメータで微分して t=0 入れるということになると関数に対して1つ微分値を返す方向微分ができてくることになりますこれをこの曲線 C から作った方向微分ということで VC というふうに書いておきましょうはいでさっきの、えー、このですねこの この辺の定義から方向微分っていうのはいつも規定ベクトルで、えー、線形結合で書けるんだよということですから何、えーまあ、かこれらの、えー、適当な係数をつけた線形結合で書けるんですけれどもそれは実際こうなるよということを、えー、与えてくれています。でちょっと先に具体的な形を見ておきましょう。はいえー、何度も見ますけどもこれは局所座標形を何か1つ選んだ時の話です。 まずですねこの曲線の方を局所表示しておきましょうつまり、えー、曲線っていうのは、まあ、パラメーターである t から多様タイム上への点への写像なんですけれどもその多様タイム上の点っていうのが局所座標で c1 から cm で書かれてたとしますねこの x1 座標が c 1 x 座標が c2 点点点で xm 座標が cm だったとしましょうということですねだからこの座標を取った局所座標の rm の上で見るとまあ、この RM の上で書かかれたな,な、ねえー、t=0 のところでこの点 P に当たるところを通るということです。それから、えー、とこの与えられた関数 F の方についても F も局所表示してこの局所座標 x1 から xm の関数として書いておきましょうということで、まあ、m 変数の何かの実数値関数になってるわけですね。で曲線動くとここの軸の上で値がこう上がったり下がったり動くということになります。 で、やることは、えー、っとこの点 P におけるこの F の微分値を求めることですから、えー、と F と C の合成写像を T で微分して T、T イコール0を入れると。で、そうするとこれ、まあ、チェーンルールですから、F を、えー、X1 から Xm まででそれぞれ変微分して、で、X1 ドットあ、ドットってつい力学っぽく言っちゃいますけども、Xi の T による微分っていうのが、えー、D、C1、DT なわけですよね。っていうふうに、えー、っと、この、 x1 座標から xm 座標の t による微分値っていうのがこの dci/dt とこういう速度になっているわけですからえっとまあその線形結合になっているわけですね。チェーンルールで x1 から xm までのに関するこのチェーンルールをこう足し合わせればいいということになります。で最後に t=0 イコルのところで評価するということですね。はい。でそうするとまあここのところ t=0 イコルの時ここは p になるんでここ p になりますし。 ここの t には0を入れるということになります。よろしいですね。はい。ということで、まあ、単にこの合成関数の微分をチェーンルールでやっただけなんですけれども、えーとですね、ここで、えっ、ー、と、これ方向微分なので、関数 f を受け取ったときに何か値を返すですから、f のところをあの引数みたいな形でくくり出しておきます。そうするとですね、ここのところを空席にしておくんですね。引数にして。で、並べ替えて見てみるとこんな感じになります。この f のところを空席にしたやつっていうのが、えー、この節ベクトルの規定節、節ベクトル空間の規定なわけですよね。xi 軸方向への変微分作用素です。で、この dcidt に0を入れたやつっていうのは、これ最後まあ0を入れて単なる1つの実数にしちゃってますから、これただの係数です。ということで、この vc というやつはですね、f を受け取ったときに何か方向微分値を返す、v、vc というやつはですね、この規定に対して、 dCIDT0 という係数をかけて足し合わせたものになってますよと。まあそういうことなんですね。さっきここで書いていたこれはそういうことなんです。はい。でこれはまあ見るからにこう速度っぽいですよね。t で微分して t イコール0入れてるので、この曲線の速度です。よろしいでしょうか。ですから、この、えっと、方向微分をですね、規定で展開して書いたときの係数っていうのは、まさにこの曲線の速度ベクトルになってるんだと。 はい、えー、とややこしい話続きましたけども、まあ、最後は全部同じだと思っといてもらったらそれでもいいんですが、えー、まとめますとですね、えー、と今最後にお話したこの速度ベクトルというのは結局は方向微分と同じですよということなんですね、えー、今出したこれですこれこれというのが曲線 ct の点 p における速度ベクトルを 極小座標を表示したものです。これは内在的視点であってあの動きを伴った動的な視点であって局所、えー、座標形に依存しています。よろしいですね。で、えー、とそれからあのこの F というのは、えーとね、この VC というのは F の写像として F の関数として見てますので、えー、関数 F が与えられた時にその関数の曲線に沿った t=0 での方向微分値を与える作用素。 これは居合切りなんですね。具体的な計算は途中で極小、えー、座標を使ってますが、えー、とトータルで見てみると F を受け取ったら何か実数値を返すという極小、えー、座標系によらない居合切りの作用層になっていいるということなんですね。でまあ、この2つが結局結びついているよと同じと言いますか、まあ、これを極小座標を表示すれば結局はこれになるよということを言っているわけです。 よろしいですね、その係数を書いたら結局は速度ベクトルの成分が出てくるんだよということになります。はい、ということで、えー、と行ったり来たりしましたけれども、えー、こうやってですね一回まあ居切りで、えー、局所座標によらない、あのー、形にしたんですけれども局所座標で書けば、えー、結局は速度ベクトルの,あの成分に他ならないということになりました。 でえっと、せっかく居合切りっていうのは局所座標によらないって話をしたのでまたなんか局所座標がちょこちょこ顔出すのは、えー、少し気持ち悪いなと思うかもしれないんですけれども、えー、最後にですね、えー、っとここをまとめておきたいと思います。要するに局所座標の選び方っていうのはなんか具体的な計算をするときだけ持ち出せばよくてでしかもその持ち出し方っていうのはどれでもいいとつじつまが待ってあるものはならどれでもいいということなんですね。えー、それを端的に述べているのが明大の8.3と8.4に書いてあるところでして。 この節ベクトル空間、えー、変微分の作用素を規定として書かれているこの節ベクトル空間っていうのは極素座標系の呼び,呼び方によらないといいととうことをままず保証しててくれています。何が言いたいかと言いますと、ね、この規定っていうのは何か選んだ極数座標について書かれてますがこれが x だろうと y だろうと具材だろうと、えー、節ベクトル空間としての実態は同じだと言っているんですよね。 極小座標の選び方によって違う接ベクトル空間になっちゃうことはありませんよということです。まあ当たり前なんですけど当たり前のことをちゃんと一応確認しています。で大発8.4の方はもう少し具体的で、えー、っとじゃあ実際ですね違う極小座標を持ってきた時には当然見た目の規定も変わるんですけれどもその間の相互変換は具体的にどうするんですかっていう、まあ、公式を与えてくれています。 例えば局所座標は x1 から xm、y1 から ym っていう2通りの表し方があったとしますよね。でそうすると、まあ、先に結論を言いますと、このそれぞれの規定の間はこういう規定変換の公式で結ばれます。えー、i 番目の x に関する規定ベクトルと、えー、というのは、まあ、この、J えー、と y に関する規定ベクトルの線形結合で書かれますよとで。結合の時に使うこの係数っていうのは、実はこれ座標変換の、えー、ヤコビアンの成分なんですね。はい。えーと これ、X から Y の間で座標変換ができますよね。あの、可比分対応体ですからで。そうすると、例えばこの、えー、Y 座標の J 番目の成分を XI で変微分した成分っていうのが、この、まあ、座標変換の JI、えー、成分になるわけです。ヤコビアンの JI 成分になるわけですけども、まあ、そういうのを使ってつなぎ合わせた格好になっているということなんですね。で、えっ、ー、と、まあ、これ方向微分ですから、なんか関数 F が与えられたときに、えっ、ー、と、 え方向微分値を返すわけですけれどもえ関数 F がですね x 座標で局所座標を表示されてる時に xi 軸方向えっと xi 軸に沿ってえと方向微分を取ったものっていうのはえと同じ関数 F を y で局所座標を表示しておいて y1 から ym のそれぞれの y 座標の軸成分で変微分したものの足し合わせなんですけどもその時に係数で yj の xi による変微分をかけてくださいねと。 まあこういう変換式になっていいます。まあ、こういうのはすぐ、えーとえー、細かい計算というのはあの忘れますけれども、まあ、あの毎回その都度書き下してみればそんなに難しいことではありません、まあ、ちょっと具体的なところを見ておきますねえっ、ー、と例えば、えー、と V という、えー、と X 極小座標で表した節ベクトルがあったとしますね あごめんなさいえっと、節ベクトル V というのがあってですね、えっと、それを、えっと、X に関する局所座標表示で書いたらこうなっていたとします。V の実態は1つです。座標形によらず1つなんですけども、それを X, 1 X 座標の方で書いたら、えー、こうなってたと。で、その係数を V1 から Vm というふうにします。よろしいでしょうか。で、この V という実態は変わらないんですけども、えっと、Y 座標に対応した規定で表すと見た目の係数は変わりますよということなんですね。まあ、これはのテンソルの変換ですけれど。 えー、さっきのこの公式に従って書きますと,、えー、と x 1方向のこの規定ベクトルっていうのはここの i のところに1を入れてみてください。でそうすると,、えー、と y 1の x 1による変微分っていうのが、まあ、係数で出てきてこれカッコピー省略してますがで、えー、と y 1による規定成分とそれから ym による規定成分までの、まあ、足し合わせでできてることになりますよね。で同じくこれを繰り返して、まあ、例えば最後の xm に関する規定っていうのは えーまあ、同じく y1 から ym までの規定の足し合わせでその係数が xm による座標変換のヤコビアンの成分になっているということです。で、えー、そうするとですねこのいっぱい全部で m 次乗個項が出てきますけども、えー、ラウンドラウンド y1 の成分だけ集めてきたのがこれ第1項目で、えー、ここをまとめて w1 という新しい係数にしています。中身は元の係数と座標変換のヤコビアンを線形結合して計算しているだけですね。 で、同じことを点々点と繰り返して、また最後は、えっ、ー、と、ym、ラウンドラウンド ym にかかっている成分だけ集めてきたものをまとめて wm とするというふうにしますと、えー、係数の v1 から vm っていうのを w1 から wm っていうものに、えー、規定変換できたということになります。はい。で、えっ、ー、と、このあたりを最後、まあ、ベクトル表記で、えー、と変換式で書くとこんな感じになりますね。まあ、線形変換ですから、元の係数を並べたベクトル v1 から vm っていうのと、 えー、新しいケース W1 から Wm を並べたベクトルっていうのが、まあ、こんな感じで、えー、結び合わされるということです。でここは、まあ、トリオも直さず、えー、と X 座標から Y 座標への座標変換のヤコビ行列になっているということになります。はい、えー、よろしいでしょうか。で、まあ、あとは最後少し、えー、例題を見ていきたいと思います。 まず非常にこう自名な簡単な例題で曲線の速度ベクトルと接、えー、ベクトルの規定の関係を見ておきたいと思いますけれどもこれ例えば2次元のユークリッド空間だと思ってくださいね多様体が。だから、まあま、もともと曲がってなくてただの2次元のユークリッド空間そのものが多様体になっているという場合です。である点 P があって、えー、この点 P のですね、えー、と点 P におけるこの x 座標での、えー、規定ベクトルって考えると。 まあ、ラウンドラウンド X1 ラウンドラウンド X2 と、まあ、一般には M 個あるわけですね。でこのラウンドラウンド X1P の正体は何ですかって言われた時にはある曲線の、えー、速度ベクトルになってますよということなんですけれどもこれはですね例えばこの点を P を通る、えー、A1 軸に沿った曲線っていうのを考えてみましょう。つまりですねこの点 P を通って T=0 の時にこの点 P を通って T を増やすと、えー、第一座標が 線形にこうバーっと増えていくような、そういう赤い曲線を考えたとしますと、この曲線の速度ベクトルっていうのが、このラウンドラウンド 1xp のえラ、ラウンドラウンド x1p の正体ですよと、まあ、そういうことなんですね。でしょうか。このさっきのこの速度ベクトルと接ベクトルの対応関係を簡単な例で述べたものです。ですので、えっ、ー、と、 これからですね、多様体論の中でたびたびこういう話が出てくるんですけども何か説ベクトルの性質を論じようと思った時ですねその説ベクトルを通る曲線っていうのを作り出すことがあるんですねコンストラクトすることがあるんですこれもちろん一ゃありませんこの後先でちょっと曲が右に曲がったり左に曲がったりしても全部速度ベクトル一緒なんでそこはあの無数に作れるんですけれども何か与えられた説ベクトルに対して速度ベクトルがその説ベクトルに一致するような曲線っていうのを え少なくとも1つは作り出すことがでできるんです、ねはい、これはあのいろんなですね多様体論の証明の中でテクニックとしてよく使うので、えー、ちょっと覚えておくといいかなと思いますで実際そうだよってことは、えー、っとこの節の8.3の演習ですとかそれから次の9節の方の命題9.2の方に述べてありますいいですね節ベクトルが与えられた時にその節ベクトルに、えー、点 P において沿うような速度ベクトルがそれに一致するような曲線っていうのを 少なくとも1つ作れる。実際には無数に作れるということです。はい。で、えー、と次はですね、まあ、細かい計算なので、ここはぜひ皆さん、あの一度自分で手を動かしてみれ,た見れば分かると思いますけれども、えー、ちょっとあの、えー、具体的な計算をフォローしてみましょうということですね。で、えー、とまたあの、2次元のユークリッド空間そのものを多様体だと思ってください。で、そこの上で、 えとまあ円状の曲線軌道を考えますこれ見た目があの今までよく出てきてた単位の例題と似てるのでちょっと混同しやすいかもしれませんけどもこれはあの単縁の多様体として見てるんではありませんので、えー、注意してください、えーと。2次元のユークリッド空間ユークリッド平面の上で、えー、と円状の曲線軌道を考えてるだけです。よろしいですか、はい、でパラメーターがあってですね、えー、とパラメーターを動かすとこの点 P っていうのが円状をこう動くような。 で今これは多様体が2次元ですから x1 と x22 個の座標を使って構いません。これは宇宙人視点じゃなくてあの地上視点で2個使って大丈夫です。で例えばこの点 c1t という曲線ですね。t=0 でちょうどこの45度あたりを通るような軌道を作ろうと思ったら例えばこんなふうにできますよね。えー、rcos t+4 分の πrsin t+4 分の π と、えー、こういう曲線が作れます。 じゃあこの曲線の点 P における速度ベクトルなんですかって言ったら、まあ、当然すぐ計算できますよね。これ t で微分して t=0 イコールを代入すればいいわけです。でまあ、図的なイメージで言うと、ここの P の上動きあ、赤い曲線で動きながら点 P における速度ベクトルはって言ったらこの紫のベクトルですよね。で、ベクトル空間の規定っていうのは、えー、っとまずこのラウンドラウンド X1P っていうのは X1 軸方向への方向微分を表す。 規定ですそれからラウンドラウンド x d p っていうのはこの X2 軸に沿った方向微分を表す規定です。でこの規定表現っていうのは V をですねこの成分緑のこの右向きの成分と上向きの成分に分解して書いたものでその係数がこの曲線パラメータを t で微分した時の、えー、t=0 の係数になってるよということです。で実際計算すると、えーまあ、これ半径 R の軌道だったらここがマイナスルート2分の R こっちがルート2分の R。 になるわけですよねで。この緑の規定ベクトルをこの係数でつなぎ合わせたらこの紫になるというのはすぐにわかることです。よろしいでしょうかまあこれは当たり前のことなんですけども、えー、とさっきやったですね極小座標を変えた時には規定変換ができるよっていうこの命題8.4の確認ですねそれをちょっとやってみたいと思います。同じ曲線を考えるんですけども考える節ベクトル空間の規定を変えましょう。 考える極小座標と接ベクトル空間の規定を変えましょう。これ極座,極座標で取り直して R 成分と θ ーー成分で考えることにします。そうすると極座標で表したら、えー、と半径がずっと一定で、えー、変革だけが単調に増えていくようなそういう表現になりますよね。だから今度この R というのがコンスタントになります。でこの極座,極座標形で、えー、同じくこの C1 っていうのを表し直したやつの速度ベクトルを考えると。 えと半径変わらないんで R 成分が0で変角だけ変わっていくから、えー、と変角の方の微分が1ということになりますあ。これは V は実体としては同じなんだけどもこの青い方の規定ベクトルで表し直した時の係数が今度は01ですよっていうことを言ってるんですよね。座標系の極数座標の,との表し方で V の実体としては一緒なんだけども、えー、見た目の係数が変わりますよっていうことです。 でそうするとこのマイナスルート2分の r ルート2分の r っていうのと01っていうのがどう結びついてるかっていうと座標変換と規定変換ですよということで、えー、これ直行座標と極,極座標の間の座標変換こんなんですよね。でそうすると、まあ、これはあの、えー、と R から極,極座標から直行座標の場合ですけどもヤコ,ヤコビ行列はえこんなふうになるわけですね。 でこのヤコビ行列座標変換のヤコビ行列を参考にしてさっきの命題8.4の公式を入れてみますと、えー、こんなふうになります。R 方向の、えー、規定っていうのが、えー、x1 方,方向の規定と x2 方向の規定でこう書かれます。θ、えー、についても同じですということになりますで。この係数でかかってる座標変換のヤコビ行列の要素っていうのを、えー、考えてる点 P のところで評価してあげると。 えー、こっちがルート2分の1とルート2分の1こっちがマイナスルート2分の r とルート2分の r になってますよねでこれがまさしくあのさっきの座標変換になってまして規定変換になってまして v っていうのが極座標で表した時には係数が01です、えー、x1x2 の直行座標で表した時には係数がマイナスルート2分の r とルート2分の r になってるんですけどもここがちゃんとこの座標変換で結びついてると、まあ、行列で書くと えー、この0、1というのを、えー、座標変換の薬分行列で変換したらマイナスルート2分の R ルート2分の R になってますと、まあ、こういう話です。よろしいでしょうか。はいまあ、あとはですねこれ,、まあ、これがそのあらゆる曲線に対して成り立ちますのでこれは今例えば C1 という円軌道でやってみた場合ですけれども例えば、えー、今度はですね、えー、っとちょうど半径方向にバーッと発散していくような そういうう。い直線を考えましょう、えー、と角度 θ でこれちょっと紛らわしいんですけど今度出てきたこの θ は定数です原点から角度 θ の方向にずーっと動いていくようなそういう曲線 c2t を考えて同じことをやってみましょうとそういう話ですそうするとこの曲線を直行座標で表したら、えー、と向きが cosθ ンシー θ で固定で えー、原点からの距離が t プラス1でこうバーッと発散していくようなそういう曲線ですよね。えー、それを、えー、と点 P における速度ベクトルを考えると、まあ、こういう外向きのベクトルで、えー、これを直行座標の規定で表すと係数が cosθ sinθ と、えー、cosθ sinθ の方を向いているベクトルってことになります。いいですよね。で同じベクトルを今度は極座,極座標の r と θ で表し直すと この曲線の局所表示が、えー、今度は半径だけが t で単調に増えていって、えーっと、変革成分は θ でコンスタントですよね。なので、この座標形での、えー、速度ベクトルの表現っていうのは、r 成分だけ1で、えー、θ 成分は0ですねということになります。r 成分だけを持ってて、θ 成分は0ですねということで、でもやりませんけれども、この2つの間の規定変換っていうのも公式を使って同じようにできますということになります。 はい、よろしいでしょうか。じゃあまずあのここまでが、接、えー、ベクトルの、えー、規定変換の話でした。